うるさいな。少しくらい我慢なさい。何を飲もうと食おうと私の勝手でしょ。ダメなのです。その飲み物はあなたにはまだ早いのです。なんで私が憂鬱か知りたい？私の死に方が決まったからよ。そんなに落ち込まなくてもいいのよ。割と一瞬で死ねるから、そんなに怖くないわ。でも、また、ダメなのです。そうね。またダメね。これだと、私の命日はいつだっけ？ 6 月の25日の夜だと思いましたです。綿流しの祭りが終わってから、だいたい1週間後か。まあ、妥当なあたりね。やっぱり僕のせいなのでしょう。決まってるでしょ。あんた自覚ないの？はう。頑張りましょう。次のスゴロクではきっと6が立て続けに出てくれることもあるわよ。